はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はこちらよっちゃんのアカウントですね。こちら神々の挑戦3行ったので、こちらリプレイ動画を上げていきたいと思います。はい、使ったデッキはこちらです。もう出すだけデッキですね。初戦は枯渇ですね。はっきり言ってこれももうほぼほぼ負けてました。まあなんですけど、ワンチャンス持っていったといった感じですね。まあ、基本的に相手が、うまかったら、もう絶対通んないので、どっかしら相手が柔らかさない限りは絶対通んないです。まあ、ここはもう1倍タイムなので、もうどうせ攻めても、はい、無駄なんですけど、でも、そうですね、ずっと守ってばかりでもちょっとダメなので、まあ、このように攻めて、まあ、通んないのは分かってるんですけど、多少プレッシャー与えないとダメですね。まあ、アドバンテージ取られてないので、まあ、これは結構いい感じですね。まあ、これ今思い返せばなんですけど、もう一回リゴル展開してもよかったんですけど、ちょっと、はい、自分が、まあ、ビビっちゃって、はい、リゴル展開できなかったですね。で、ここは、かなり相手咲いた、エリクサ咲いたので、はい、ここからまたリゴル展開ですね。もうこれで結構もう勝ったのかなと思うんですけど、ちょっと自分の、はい、ライドラの位置だったり、そうですね、出し方がちょっと良くなかったせいで、タワーが落ちなくて、しかも簡単に守られてしまいました。はい、これナイトターゲットを取って、ですぐ処理してくれたらいいんですけど、インフェルノタワーが、はい、悪さして、ライドラだけに、はい、ターゲット行っちゃって、で、それで、はい、処理されたといった感じになります。やっぱりロケット、使ってない状態で簡単に処理されるのはかなり痛いので、まあ、先ほどの攻め方ははい、ちょっとあまりにも安易だったのかなといった感じですね。まあできればこれ左残っておいてほしかったんですけど、まあしょうがないです。で、ここですね。まあ、ここで、はい、セパレート、はい、両方形組んで攻めた感じですね。で、これで相手が、はい、ミスってくれたので、よかったですね、これは。まあ、本当に運が良かったです、これは。もう相手が普通にミスしなかったらもう負けてたので、じゃあ次はメガナイトカーズですね。相性めちゃくちゃいいんですけど、相手が上手かったせいでかなり競りました、これは。まあ、なのでこれはエリゴレの立ち回りというより相手のプレーを中心に見た方がいいですね。こっちももうただ適当に出してれば勝てるだろうなっていう気持ちでやってたんですけど、まあ、まさか、はい、ここまで競るなんてっていう感じだったので、もうすごく接戦でしたね。はい、このディガーうまいですね。ちゃんとターゲット取って。こうなると、エリゴル展開しようとすると、その逆サイドで一気にやられたりするので、ちょっとここは、はい、まず、安牌にヒーラーからですね。
で、やっぱり目がないと逆サイド来たので、ここはお散歩させます。で、正直ここダメなところなんですけど、はい、レイジーいらなかったです。ライドラが全部処理してくれたので、結果的にはいらなかったですね。やっぱりこういったちょっと無駄なプレイが自分でもあったので、やっぱり競ってしまいましたね。まあ、ここは、はい、また後ろから展開ですね。で、相手は絶対にまた逆サイド攻めてくるので、はい、もう一回リゴレでお散歩ですね。で、ここかなり危なかったです。そうですね、ここかなり、はい、もうもう負け確定でしたね、これは。はい、シンプルに自分のミスもあったんですけど、まあ相手の PS も、はい、高かったです、これは。次は、ラババルですね。まあ毎回動画見てくれてる人ならわかるんですけども、ラバーとかゴレはもう基本的に逆サイドですね。もうこれを徹底すれば勝てるんですけど、まあただ、まあそうならない、まあうまくいかない場合ももちろんあるので、まあそこはまあ臨機応変に対応していただけたらなといった感じですね。で、まあ、インドラにターゲットを、はい、ラバに取ってもらって、問題はライドラですね。ライドラを、まず、はい、ラバにターゲット取られないように、出すことが大事になります。で、ここなんですけど、はい。まずシンプルに、はい、無視しとけばよかったですね、はい。まあ、ただ相手もインドラに対してまた何かしら咲かないといけないので、まあ、これでディガー、はい、釣られちゃうんですけど、まあ、かなりアドバンテージ取ってますね。ただ問題なのは相手のバーバリアに対してこっちは結構突破するのがすごい難しいので、やっぱり結構、これだけアドバンテージ取ってても、まあ、なかなか、はい、難しいです。ここライドラー生き残ってくれたのはかなり、はい、大きかったですね。で、このラバーは、はい、無視です。あ、ごめんなさい。このバルーンは無視ですね。まあ、相手は、8コストを左に割いてくれたので、まあ、その隙に、まあ、無視してカウンターですね。まあ、ただ、はい、やっぱり相手のバーバリアンがなかなか強くて、ちょっと突破するのがかなり難しかったんですけど、はい、これ守られちゃうんですね。はい、これが結構かなり痛かったです。一時の展開になると、正直な話、やっぱりラバー側の方が結構有利になっちゃうので、まあこっちとしても結構まあライドラの延命だったり、そういったのがかなり重要になってきますね。で、ここなんですけど、エリゴール展開してももう意味ないです。まあ、まずは、サブユニットで、まあ、状況を見つつ、それでカウンターできるところを見逃さずにカウンターといった感じです。
結構あのクラロワはもうあのせまあエリゴリの場合はちょっと特殊なんですけど、やっぱり先攻めちゃうとその分カウンター食らってしまう恐れがあるので、まあまずはもうこの状況になったら基本的に自分はまああんまり攻めないです。まあ特に大型相手の時はもうあの先攻めても絶対カウンター食らうだけなので、まあ、今回は相手が先に攻めてくれたおかげで、まあ、なんとか、はい、勝つことができました。まあ、ただ、うまいラバ使いは本当にやっぱり攻めてこないですね。まあ、これも、はい、運が良かったです。で、最後なんですけど、ペッカ工場ですね。まあ、ペッカ工場はもう基本的に、はい、相性いいので、もう出してるだけで勝てます。まあ、ちゃんとエリゴルヒーラー、インドラ、ライドラ、もうこの4点セットを組むだけで落ちます。まあ、ユーノが来て、でそれで、まあ、神技かペッカ工場か、まあ、どっちかなってなった時に相手が後ろからペッカ出してきたので、あ、ペッカ工場かといった感じですね。もう前半に分かってしまえば、もうこっちが、まあ、何かしら変なミスしない限りは、まあ、大丈夫ですね。で、ここエリキ、はい、もったいないですね、はい。これ、ライドラに、攻撃しても、あんまり意味ないです。で、これ結局のところ、エリキ、インドラにターゲット取るんですけど、その間に、はい、こちら、エリババ出して、まあ、少しカウンター気味に、はい、攻めましたね。で、まあ、ここはヒースピだけで、まあ、許容して、まあ、これでトントンになりましたね。で、ここ被ったのかどうかわかんないんですけど、結果的に、はい、良かったです。もう相手としてはもうこれはちょっとなかなかどうしようもできないので、もうこれでほぼほぼ終わりかなといった感じですね。結果的に守ってもまたこっちのターン、来てしまうので、やっぱり相手はこの形に対してやっぱりかなり防衛エレクサー咲かないといけないので、仮にこれを守ったとしても、もう相手としてはもうかなり絶望ですね。まあ今回はまあ落としたんですけど、まあ、基本的には守れないですね。まあ、たまに守られる場合もあるんですけど、もうそういった場合はもうなんて言うでしょう、こう、相手も過剰に防衛してるので、もう正直もうこの 1-0 リードの時点で、ま、勝ちかなといった感じですね。で、相手がもうエリキ、右側に裂いちゃったので、このインドラに対しては何もできないといった感じですね。まあ、あとは時間稼ぎで適当にやっとけば、もうはい、勝ちといった感じです。はい、これで、神々への挑戦3到達したといった感じになります。はい。まあ、基本的にもうずっと動画で言ってるんですけど、相手が上手かったら勝てないです。まあ、今回のこの、まあ、ドラゴンって人は、まあ、かなり上手かったんですけど、これはシンプルな相性が良かったせいで、まあ、勝てたといった感じですね。まあ、あとは、基本的に、まあ、6000台、はい、こちらも確か6000台だったと思うので、はい、もうそういった相手にはもう基本的に、はい、もう出してるだけでいけます。はい、今日の動画は以上になります。次は、もう二つとも今神々への挑戦行ってるので、あとは、展開昇格した時にまたリプレイ動画上げていきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。